はい。えー、ふみこきのまたさんよろしくお願いいたします。えー、自己責任。他者を巻き込む自己責任ですか、えー、フラワーガール、フラワーボーイに対する互い、6レンジの互い、えー、可能性としてはどちらもあると思います。また、アクロバティックな演技がスポーツ競技としてのフィギュアステートとは思いません。今のままでは彼はアクロバットの選手としてしか見てもらえないんじゃないかと心配しています。他にも、えー、優れた部分がいっぱいあるのに、スポットライトが当たるのがその部分だけになっていて残念です。 いや、もちろん、ちゃんと見ている方もたくさんいらっしゃるとは思いますが、と。うん。ただまあ、ペアとかでもね、6分間練習、危ないことやってますけどね。結構危ない、ぶつかりそうになったりとか、リフトとかね、知ってる時に他の選手とぶつかったり、その時もあるんで、まあ、それ言ったらすべての6連できなくなっちゃいますけどね。 うん、それからマルニンとかは別に側転の技とかね、ラズベリーツイストってあんまり6分間練習やってないと思うんで、多分6分間練習では多分やんないんじゃないかな。あの、あんまりバックフリップは。うん。花田さん、よろしくお願いいたします。歌舞君お久しぶりです。世界選手権終わりましたね。 私は変わらず、うの選手を全力応援しておりました。ショートプログラムで素晴らしい演技に舞い上がり、フリーで泣きました。ショートはもう何十回もリピートしてみておりますが、フリーはまだリピート出ていません。うん。でも、やはり私はいい時も悪い時も、うの選手の演技に引き込まれています。いつも自分にできることを全力,全力で全うする素晴らしい選手です。久しぶりに来てみたらですね、ひどいコメントを見てしまい、驚きました。 あんなに頑張っている宇野選手に対してなんであんな言葉をつけるのか信じられません。たった一回不調の演技をしただけですよ。えー、それでも世界選手権、用意ですよ、えー。すごいですよね。ああ、腹立つということですね。うーん,うーん はい、えっ、ー、と、それぞれ3うもです。日本に関してはどのスポーツの競技であっても、ルールを厳守して競技に挑まないといけないという、えー、規範意識が、えー、強い国だと思うんで、減、えー、点対象に入っているバックフリップをやったら、 場合には、最終成績が金だとしても、日本のニュース報道で大騒ぎになると思いますし、国民から痛烈に批判され、日本スケート連盟に対しても、街頭選手に対する何らかの処分を求めるような時代になり、大炎上するには間違いないと思います。2010年、バンクーバー陶器五輪でスノーボード五輪場を果たした国防和弘選手が日本代表として日本からバンクーバーに向かう際に、日本代表公式ユニフォームを腰パンの形で履いていたところ、ことがあり 懐かしいですね。国民から痛烈に批判されたという出来事がありました。うん、正しく着用しないといけないという規則があるため、この行為はもちろんルール違反ですえ。今回のアダム・シャオ選手の行為はスノーボードの国防和弘選手の考えと言っているなと感じました。え、度と言っもやはり国防和弘選手は結果より内容、滑りを見てかっこいいと思ってくれればいいと自動を述べていましたえ。このように日本ではルール違反の行為に関しては、その内容が軽微なものであっても決して許して 決して。 許されないという考える人は多いと思います。日本の歴代フィギュア選手を見ても、こういう意にルール違反の技を、競技において行った選手はいませんし、誰もいませんし、今回世界選手権に出場した宇野昌磨選手、鍵リ優真選手、ミューラ選手に関しても、そのようなことを行う選手ではないと思っています。人と違うことやったり、違う考えを持つこと自体は、私もいい子だと思っていますが、規則から一脱しない範囲内で行わないといけない子だと思っています。今後に関しては、ルール編 こういうが気になりますね。 えこれは私の意見になりますが、フィギュアカム野球のように、えー、選手会のような組織があってもいいのではないかと思うことがあります。一方的に、えー、国際スケート連盟がルールを決めるのではなくて、各国の選手会の代表から意見を聴取する機会があってもいいのではないかと思っています。えー、危険な技をどこまで認めて、どこから禁止すべきなのか、選手によって考え方も異なると思います。さすがにすべての意見を考慮すると無理がありますが、えー、参考資料に活用するくらいできるのではないか か株らさんはフィギュア界に選手会を導入する案についてどう思いますかまあいいとは思いますよね。選手会とかそんなんあるんですね。うん、まあ、そういうのも悪くはないのかなと思いますけどね。まあそれよりも、そもそもフィギュア界でお金がないので今、はい、それを言ってる暇あるのかなってちょっと思いますけどね。そっちの方が、競技を続く、えー、やるための開催のね、リンク、これが、まあ、まず気になるんで。 まあそれもちょっと問題かな。そっちの方がちょっと気になりますね。うん。野球は多分お金あるのかなちょっとわかりませんけど、フィギュア界はちょっとそっちの方がまあ気になるかな。うん。はい。ありがとうございました。